こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロで秋に買うべき服ベスト5というテーマでお届けしてみたいなと思っています。まだまだですね、めちゃくちゃ暑いんですよね。今日も35度を超えるような日になっているんですが、夏の後半まだまだですね、皆さんも夏服を着ることが圧倒的に多いかなと思うんですが、街に出ていろんなお店を回ってみると、もう夏物というよりは完全に秋冬服にですね移行してるかなと思うんですね。もう中にはですね、秋服を通り越してダウンだとか、あとはロング丈のコートを売ってるお店まであったりするので、まさに季節が真逆になってたりするわけなんですが、まあ実際ですね、まだ着る時期としてはもう少し先なんですけども、まあさすがにですね、夏服にはもう十分飽きてきたかなと思うので、今回の動画では僕たちにとって一番身近なユニクロですね、この中で新作いろいろ出ています。特にですね、皆さんにお勧めしたい秋服を今回はピックアップして5個ご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。中にはですね、夏の後半から秋の初旬にかけてガンガン活躍するものもあったりするので、まあ、すぐに着れる機会が訪れるものもありますので、まあ、ぜひですね、皆さんも店頭に行って実際に試着をしながら気に入ったものをですね、コツコツと買い足していただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にユニクロの秋の新作の中から、まあ、おすすめのものを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、こちらはですね、まさに夏の後半から秋の初旬中旬ぐらいまでは余裕で着れるようなアイテムなんですが、エクストラファインメリノ V ネックカーディガン長袖ですね。まあこれはですね、もう言うまでもなく皆さんも知ってるようなアイテムかなと思うんですね。まあユニクロの中でも大定番となるようなアイテムなんですが、意外とこのようなど真ん中のアイテムっていろんなショップを巡ってもあんまりなかったりするんですね。というのも今のトレンドとしては結構ビッグシルエットだったりとか、まあ、デザイン的にもちょっと変わったものが多かったりして、ザ・ベーシックというようなトレンド感ではないので、まあ、その中でこのようなど真ん中のカーディガンってなかなか見つからないんですね。まあ、セレクトショップに行けばこういったものを置いてあったりするんですが、まあ、やはり価格的に大きく上がってしまうので、まあ、なかなか手が出しづらいという方も多いかなと思うんですが、まあ、そんな時ユニクロに行けば毎シーズン必ずですね、この上品で使い勝手抜群でなおかつデザイン性のいいカーディガンが手に入るので、このあたりの安心感というのはもう半端じゃないのかなと思っています。まあこのシリーズもうかなり昔からあって、まあ毎シーズンですね、定番ながらも小さなアップデートを繰り返しているので、そのあたりの作りの良さというのは本当に素晴らしいなと思います。で、素材としては秋冬はですね、ウール 100% なんですが、マシンウォッシャブル仕様になっていまして、まあ洗濯が気軽にしやすいんですね。まあ、ウールのアイテムというとちょっと気を使ってしまって、なかなかこうガンガン着づらかったりすることもあるんですが、その点は概要欄の一番上にですね、マシンをしゃぶる仕様という形で記載されているので、しっかりと自宅でもケアをしやすいようなものになっているので、そのあたりの安心感というのは非常にありがたいなと思っています。で、サイズ感に関してはやはりですね、ユニクロらしいジャストサイズですね。まあ、そこに少し時代によって緩さを出してはいるんですが、まあ、どちらかというとタイトな仕上がりになっているので、サイズ選びがすごく大切かなと思います。まあ、ベーシックなアイテムであっても少し緩めに着た方がトレンド感というのは出しやすいので、個人的にはですね、僕は164センチ53キロという形でジャストサイズは S、 昔はですね XS を着ることが多かったんですが、まあジャストサイズ今は S なんですね。でもこれに関してはワンサイズ上げて M を選びますね。まあ、場合によってはトレンド感強く出したい方は2サイズ上げてもいいぐらいなのかなと思うので、まあベーシックなカーディガンをタイトにピタッと着るとちょっとこう肉感が出てしまったりだとか、今のトレンド感と合わなかったりするので、まあ、特にぽっちゃりめの体型の方はワンサイズもしくはツーサイズぐらい上げて少しゆとりを持たせながらリラックス感を持ってきた方がこのカーディガンはすごく似合いやすいかなと思います。で、色に関してはですね、4色展開になっていまして、まあ、どれも使いやすいです。オーソドックスなところで言うと、まあ、ブラック、このあたりが使いやすいと思いますし、少し柔らかさを出すというのであれば、まあ、ネ
イビーですね。もう永遠の定番で、僕の動画の中でもネイビーをおすすめすることが多いんですが、まあネイビーもおすすめです。ただ個人的にちょっと注目してるのが、このね、写真の中でも使われていてすごく素敵だなと思うんですが、白 T の上にこういったオリーブですね。56番のオリーブがすごくいい色なんですよ。まあカーディガンの色合いとしては、そんなにこう、ベーシックなものというよりは少しですね、シーズンカラー的なものなんですが、こういったものを合わせられると非常におしゃれに見えるかなと思うので、ブラックのイージーパンツ履いて、白 T 着て、その上にですね、オリーブのカーディガンみたいなスタイルは非常にいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、このオリーブカラーも含めてチェックをしていただきたいなと思いますね。まさに商品ページのこのコーディネートそのままでめちゃくちゃかっこいいので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。ちなみに価格は3990円ということで、まあ、この価格でエクストラファインメリノのカーディガンを買えるというのは、まあ、他では絶対にありえないことなので、コストパフォーマンスはすごく高いと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで続いて2点目のアイテムなんですが、これはですね、先日動画の中でも解説をしたんですが、ユーティリティジャケットですね。これは素晴らしい仕上がりで、まあ皆さんにですね、しっかりとお伝えをしておきたいなと思うんですね。まあこれから先、まだ暑いので、そこまで動いてはいないとは思うんですが、ちょっと涼しくなったらかなり売れると思います。まあそれぐらいですね、この良さというのがですね、徐々に伝わってくるかなと思うので、まあ早めに皆さんチェックしていただきたいなと思うんですが、ユーティリティジャケットというのはワークだとかちょっとミリタリーをですねイメージしたようなアイテムになっていまして、丈としてはですね短すぎず長すぎないというようなまさに秋に適したようなアウターになっているんですね。まあ、ちょっとこうワークテイストということで外付けのパッチポケットがですね3つ付いてるのかな。こちらのですね、左胸と両腰部分についているんですが、すごくワークテイストなんだけど、その中に大人っぽい上品さが現れていて、仕上がりがすごくいいんですね。まあ何がいいかというと、まあ色合いだとか、あとはですね、この味わい深いですね、ちょっとこうヴィンテージ感になるような風合いがすごくいいなと思うんですね。これ、製品洗いをしていまして、だからこそ、ちょっとこう色が褪せたような感じが出ていまして、特にステッチの周りなんかはですね、色落ち感がすごく綺麗に出ていて、なんかこう古着のような感じがするんですね。個人的にはですね、古着の雰囲気は好きなんだけども、古着自体はそんなに得意じゃないんですね。できれば新しいものを着て、クリーンな気持ちで服を楽しみたいという思いが強いので、古着はあんまり着ないですね。そういった意味では、古着の良さをですね、最初から味わうことができるような、こういった製品洗いしたものっていうのは、すごく風合い的には僕は大好物なんですね。すごくね、雰囲気いいですね。で、本当のヴィンテージの服とは違って、今のトレンド感というところもしっかりと落とし込んでるので、肩がちゃんと落ちていたりだとか、あとはサイズ感ですね、少しゆとりがあって、現代的なシルエットになっていたりだとか、このあたりも含めて仕上がりがすごくいいかなと思いますね。まあ、ここ数年はシャツアウター的なアイテムがトレンドになっていて、それがだんだんですね、アップデートされてきて、最近こういったワークジャケットっぽいもの、ユーティリティジャケットというところも一つの定番になってきたかなと思うんですが、まあ、ユニクロで数あるユーティリティジャケット、これまで作ってきたかなと思うんですが、その中でも最高傑作だなと思うので、まあ、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。まあ、特にですね、3色ある中では僕は断然56番のオリーブですね。この色合いがなんかこうミリタリーライクにならないような上品さもありつつ、まあ、味わい深さというところも楽しめるので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなと思います。これで4990円というのは驚きですね。カーディガンのクオリティも高いですが、あちらと1000円しか変わらないでアウターが買えるというのは、まあ、恐ろしい価格設定なので、ぜひ皆さんもね、秋口にはめちゃくちゃ活躍すると思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、派手さはないんですが、これまたね、もうユニクロの定番的なアイテムで、僕は1枚あると特に秋すごく活躍するかなと思うんですが、エクストラファインコットンブロードストライプシャツ、かっこレギュラー長袖という形で、この68番のブルーがですね、まあ派手さはないんですが、めちゃくちゃ使いやすいかなと思うんですね。まあ今僕はですね、夏の終わりということで半袖シャツを着ています。自分のところで作ったシャツなんですが、まあ今時期は半袖シャツすごくいいんですが、まあこれからですね、9月にかけて、まあ半袖シャツもいいんだけども、徐々に長袖シャツを着て腕まくりをしながらですね、
ちょっと大人っぽく着こなすというのが非常にこう相性がいい季節になるかなと思うんですね。そんな時にですね、コットンシャツというのはめちゃくちゃ活躍してくれるかなと思うんですが、その中でも白の無地シャツとかもすごくいいんですけども、結構白無地シャツって失敗するとビジネスっぽくなりすぎてしまったりだとか、あとあまりにベーシックなので本人のですね、ルックスだとかスタイルが良くないとなかなかバチッと着こなせなかったりするので、そういった点ではシャツを着るのであれば多少のアクセントが入ってた方がいいかなと思うんですね。それは色によるアクセントなのか、まあ、例えば僕が着てるのはオリーブ色なんですが、まあ、そういった色で少しひねりを効かせるか、もしくは柄を入れた方がいいかなと思うんですね。その点、柄の中で一番使いやすいのは圧倒的にストライプ柄なんですね。で、こちらのですね、ストライプシャツというのはブルーとホワイトの2色を使っていて、ストライプの幅がすごくちょうどいいんですね。これが細かすぎるとちょっとビジネスっぽいストライプシャツに見えますし、太すぎるとそれはそれで悪目立ちしてしまうので、まさにですね、これぐらいの等間隔のブルーとホワイトのストライプシャツってもう絶妙なバランスでめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思うんですね。ここをもうストレートに表現してあるのがまさにこのシャツかなと思います。まあ、レギュラーカラーで襟型としてはこの第一ボタンを閉めた時の感覚としては割とこう一番オーソドックスなレギュラーになっているんですが、まさにカジュアルシャツにおいてはこの襟型が非常に相性が良くてですね、まあ、この写真のようにですね、第一ボタン第二ボタンくらいを開けて下に白 T を覗かせながら着るという着方、これがですね、今のトレンドに合ってるかなと思います。まさに今僕がやってる着こなしもそうなんですが、中に白 T を着て、そして第二ボタンまで開けることで適度なリラックス感を出すこともできますし、なんか重ね着の感じもですね楽しめるので、そういった点でもこのシャツはですね非常に使い勝手がいいかなと思いますね。もうまさにですね、夏の終わりに関しては腕のボタンを取ってざっくりと腕まくりをしながらですね使ってもらうと非常に使い勝手がいいかなと思います。で、季節が進んでもっと涼しくなってきたら、まあ、長袖にしてもらって第一ボタンまで閉めて小綺麗に着るのもすごくバランスがいいかなと思うので、様々な使い方ができます。もちろんアウター感覚で T シャツの上にさらりと羽織るのもいいと思いますし、もう少し季節が進めば第一ボタンまで閉めてきちっと着ながら、その上に先ほどのユーティリティジャケットを羽織るみたいな着方もすごくバランスが良かったですので、着こなしのアクセント的にも使えるので、結構ですねこのアイテムというのは秋も使える、冬も使える、春も使える、まあ、夏の終わりにも使えるので、だいたい 3.5 シーズンぐらい使えるのでめちゃくちゃ便利だと思います。価格も2990円ですごく買いやすいですし、素材もいいです。蝶々綿 100% を使っているので発色も良くて、まあ、すごく肌なじみもいいんですね。柔らかくて自然なシワ感なんかを楽しみながらラフに着こなすことができるので、地味だけど超使えるアイテムというところで、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ちょっとですね秋を通り越してですね冬のアイテムまで皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、ユニクロの定番のコート、いろんなバリエーションがある中で、まあ、個人的にですね去年も購入しましたが、やはり一番使い勝手がいいなと思ってるのはチェスターコートではなくて、僕の中ではシングルブレストコートというものがすごく使い勝手が良くて、今の空気感にも合ってるんじゃないのかなと思います。まあ、これまでですねいろんなユニクロのコートをご紹介してきましたが、数年前はやはりチェスターコートがナンバーワンだという形でお伝えをしてきたんですが、まあ、時代の流れとともにですね少しずつトレンドも変わってきて、チェスターコートのようないわゆるですねすごく綺麗めなコート、なおかつシルエットもちょっとタイトめなものよりは少しゆとりのあるようなよりプレーンなコートの方が使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに個人的には感じていまして、その点ですねシングルブレストコートというのはいわゆる僕らがイメージするようなコートの原型みたいな形になってまして、まあ、ステンカラーコートみたいなものに非常に近いかなと思うんですね。これが使い勝手がめちゃくちゃいいんですよ。僕も一個持っていますが、デザイン的にはすごくベーシックなので、もちろんカジュアル使いもできます。それだけではなくてビジネスカジュアルの機会にも着ることができるので、一着あればすごく便利なのかなと思いますね。このようなシングルブレストコートのデザインとしたら、やはりこうマッキントッシュのコートみたいなものをイメージされる方も多いかなと思うんですが、まさにですね英国的なデザインで、なおかつオーソドックスで何年も使えるというところで非常にですねバランスのいいアイテムなのかなと思います。で、今季はですねネイビーとブラウンの2色になってるんですが、まあ、ネイビーだとよりベーシックで使いやすいんですが、少しですね季節感を出したりだとか、
人との違いを出すのであれば、僕はこの36番のブラウンもいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ブラウンの中でも、なんかこう、やぼったく見えるような色合いではなくて、ちゃんとコクがあって上品に見えるような色合いなので、こういったものをですね、ベージュのニットと合わせたりだとか、ブラックのパンツで引き締めたりすれば、かなりバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひ今季はブラウンのこのシングルブレストコートはチェックをしていただきたいなと思っています。で、やはりこういったベーシックなアイテムでも、毎シーズンですね、アップデートが繰り返されていまして、今年はですね、着丈が少し短くなったみたいなんですね。膝丈ぐらいまでにバランスがちょっと短くなっているということで、まあこのあたりもですね、トレンドをちゃんと意識しながら作られているんですが、ここ数年ですね、タイトシルエットというものの反動で、ビッグシルエットがどんどんですね、台頭していって、勢いをつけてきたんですね。ただ、ビッグシルエットもあまりに行き過ぎてしまうと、使い勝手が悪かったりするんですね。特に、ロング丈のコートで、膝丈よりもだいぶ長いものだと、足さばきが良くなくて、すごくですね、重たくも感じますし、動きづらいんですね。まあ、特に僕は、子供がまだあんまり大きくないので、そうなると、あまりに長いロング丈のコートって、すごく動きづらいので、なかなか着づらい部分もあったんですが、そのあたりは、過度なビッグシルエットというところではなくて、まあ、ちょっと使い勝手の良さも考えながら膝丈1ぐらいに少し短くなっているというのが今年の傾向なのかなと思います。ですのでよりプレーンで使いやすいような見た目になっているんですが、まあ、トレンド感のあるようなものが好きだという方は逆に去年ぐらいの方がしっくりくるという方もいらっしゃるかなと思うので、このあたりはですね実際に試着をしながら確認をしたいなと思っているんですが、まあ、世の中の多くの男性にとってはこのアップデートというのはすごくありがたい点だと思ってまして、すごくね使い勝手の良さというところではリアルなアイテムになったんじゃないのかなと思いますね。まあ、いろんな着こなしが想定できますが、この下にセットアップを着ながらビジカジで使うこともできますし、王道は丸首のニットとの合わせですね。ベージュだとかアイボリーだとかライトグレーだとか、ちょっと明るめのニットと合わせながら上品に着てあげるとですね、間違いなく大人の男性には似合うコートなので、まだまだ着る時期としては先になるかなと思うんですが、ただ本当に着る季節になるとサイズ切れとかが起こってしまうので、少し早めにですね9月後半から10月ぐらいまでに買い揃えるといいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、タックテーパードパンツのですね、これ秋冬バージョンが出ましたので、これは持っておいて間違いがないかなと思います。僕もですね今朝動画を作るにあたって、まあ、どんなものがあるかなと見てみたんですが、その中でこちらチェックをしまして、僕はですねサイズがもうボトムスに関しては XS 一択なんですね。ウエストが緩いのがあんまり好きではないので、ちゃんとベルトがしなくても止まるようなサイズ感が好きなので、ボトムスに関してはサイズアップとかは一切しないで、もうジャストなウエストサイズを選ぶんですが、 XS を買うとなるとオンラインでしか買えないですし、結構ですね端っこの XS ですとか 4XL とかは早く売り切れてしまうので、まあ、すかさず購入しました。まあ、今回は僕はブラックを購入したわけなんですが、こちらね僕も今も履いてるんですけども、今僕が履いてるのは春夏バージョンで生地が薄いんですね。でこれをですね履けるのはおそらく秋ぐらいまでで、それから先の季節ですね冬に関してはやはりちょっと厚手のものがあった方がいいかなと思うので、ちゃんとですね秋冬バージョンも出てくれましたので、これは早速購入をしました。まあ、まだ届いてないんですが、非常にですね楽しみにしてるアイテムですね。もうね何度も僕は動画の中で語っているので今更かなと思うんですが、まあ、ユニクロのベーシックなアイテムの中では少しですねトレンド感強めで、似合う人の範囲がちょっと狭いアイテムでもあるかなと思います。おしゃれ初級者の方が履くと正直違和感があると思うんですね。なので僕はこのタックテーパードパンツをご紹介した動画って結構賛否両論がありまして、それは当然だと思ってるんですね。僕が普段ですね出してる動画というのは主に初級者の方とか、まあ、中級者ちょっと未満ぐらいの方に向けて動画を出してるので、そういう方の場合はタックテーパードパンツのゆとりっていうのはやぼったく見えたりだとかしっくりこない場合も多いかなと思うんですね。ただ一方でこうトレンド感のあるものが好きだとか、まあ、ベーシックなところから一歩先に行きたいんだよなという方にとっては、ユニクロの定番的なスマートアンクルパンツですね、ああいったものに比べるとこちらの方がおしゃれが好きな方にとってはハマりがいいかなと思うんですね。まあ、僕自身もやはりですねどちらかというとこのスマートアンクルパンツもベーシックで使いやすいんですが、少し癖のあるですねこのタックテーパードパンツのシルエットがとても好きなので、秋冬もちょっと購入をしてみたいなと思います。まあ、生地の感じとしては春夏の薄いものもいいんですが、やはり秋冬になってくるとそれをそのまま使う
うとですね、季節感というところでちょっとちぐはぐ感が出てしまうので、この厚めのものですね、こちらに変えた方がまあよりバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まだですね、ちょっと手元に届いてないので生地の感じがあまり具体的にわからないんですが、温かみのある素材をしようという形で書いていまして、まあすでにですね、お客様レビューがいくつか出てるんですけども、結構しっかりと厚みがあってウールっぽい感じになっていますという形でね、書いてくださってる方もいるので、まさにね、こうタックテーパードパンツっていうとちょっと薄手のイメージがありますが、よりこうウールのスラックスっぽさが出るので、まあ厚みも出て重厚感も出るので秋冬にはぴったりなのかなと思います。このようなセンタープレスの効いたパンツっていうのは僕は薄いものも好きなんですが、秋冬らしいですね、少しこう厚みのあるものの方がより美しいラインが出るので、まあすごく仕上がりがいいんじゃないのかなという期待感があるんですね。まずはブラックから買ってみて、よかったらですね、先日もご紹介したダークブラウンも良さそうだなと思いますし、あとはですね、ダークグレーも合わせて僕は愛用しているので、この2色ですね、これもですね、買い足すかどうかを検討したいと思います。価格は3990円で、このようなトレンド感がしっかりと抑えられていて、なおかつですね、サイズのバリエーションの多さも含めて、まあすごくユニクロというのは懐が広いという感じがするので、ぜひ皆さんですね、このパンツ、スマートアンクルパンツの次の一本として、まあ最初は見慣れないかもしれませんが、履いてるうちにその良さというのは徐々にですね、気づくかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの秋冬の新作の中で特に皆さんにお勧めしたいものを厳選して5つご紹介させていただきました。どれもですね、非常に価格面でもコストパフォーマンスも高いですし、かといって素材的にチープな感じもしない、ユニクロらしいベーシックさを抑えながらも素材感も良くて使い勝手のいいものばかりなので、ぜひ皆さんですね、チェックをしていただきたいなと思っています。まあ物によってはですね、長袖のストライプのシャツだとかカーディガンですとか、あとは UTD ジャケットなんかも、まあ9月のですね、中頃ぐらいから使えるので、割とですね、今時期から買っておいても間違いがないかなと思うので、まあぜひお店に行ってまずは試着をしながら試してみていただきたいなと思っています。まあ僕自身もですね、まだ手元にないものもありますが、ここら辺のアイテムというのはオーソドックスで今年だけではなくて来年以降も使えるかなと思っているので、少しずつ買い足していきたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説は僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなか動画をゆっくり見る時間がないという方のためにですね、写真と文章ベースでなるべくですね、コンパクトにおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をしているオンラインサロンも始めましたので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。